皆さんお疲れ様です。 FM 秋田都の中村てと森谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて4月ですね。春っていいですよね。ワクワクする感じ。いや花粉がきつくて本当に確かに。いや花粉症の人はそうですよね、うん、いやですね、日本人半分らしいですよね国民の花粉症、うん、まあまあという苦しい方もいらっしゃるかと思いますが、新学期なんで、ね、今日の話のネタとしては新学期これをやってライバルに差をつけよう、うん、こんな企画にしようと思います、うん、確かに新学期ってね、うん、やっぱりワクワクすることもたくさんあるしね、うん、いい時期かなとは思うんですけど、ライバルに差をつけまくってきた森谷くんがね話を聞けるのにいいことかなと思うのでね、うん、ぜひこのタイトルでね、うん、動画を撮ってみたいなと思っておりますと、はい、うん、いやまあそんなすることはできてないんですけど、うん、まあなんか気持ち新しくないじゃないですか春って、うんうん、なんで新しいことにチャレンジするタイミングかなと思うので、うん、まあ、どんなことが始められるといいかみたいなヒントになればいいかなと思って、うん、はい、なんかせっかくなんで学部1年生から、うん、まあ、修士2年ぐらいまで、うん、それで学年ごとにこんなことやったらいいんじゃないか、こんなことやってたよみたいなのをちょっとお互い話せるといいかなと思って、うんうん、なるほど、というので早速いきましょうか。はい、はい、じゃあ学部1年生入学したてばっかですよね、うん、そうですね。今だから思うことかもしれないんですけど、うん、なんか建築学生とか建築学科ってどういう風に学んでいって、うん、どういう風に就職してどういう風に仕事をしていくんだろうみたいな道筋が見えなかったんですよね、うん、まあ、見ようとしてなかっただけかもしれないけど、うん、はいはい、例えばさ学校の先生だとさずっと見てきてるからこういう仕事なんだろうなって分かりやすいじゃないですか、うん、はいはいはい、それにあどっかで教育実習するんだなみたいなのも分かりやすいけど、うん、周りに建築設計やってる人っていなかったんで、うん、周りの大人で、うん、どういう仕事かとかもさっぱり分かってなかったんですよ、うん、そういうのが分かるだけでもだいぶ違うのかなみたいなのは思いますね、うん、なんか建築家も知らないし、うん、建築家と呼ばれる人がいるってことも知らずに入ったし、うん、なんか建築だけの雑誌があるっていうのも最初驚いたし、うん、なんかそういった私たちが今は常識だと思っていることを知っていくのを、うん、情報を集めるマインドのもとやるといいかなっていうのを思いますね、うん、いや分かります。何にも看護師知らないのに海外行っちゃったみたいな、うん、そんな状態だったので、なんかいかに情報を得るかみたいな、うん、を知るか、まずボキャブラリーですかね、うん、知るかみたいなところだったなちょっと思うと、うん、やったことで言うと仲のいい先輩を作るっていうのを、そうね、仲のいい優秀な先輩を、うん、と仲良くなるみたいなのはできると、うん、なるほどね。確かにその、うん、サークルとかきっと入る人も多いと思うんですけど、うんうん、まあ、建築系のねサークルがあればぜひチャレンジしてほしいかなっていうのを思うんですが、うん、それ以外のねサークルでもそこに建築学科の先輩とかいるかもしれないので、うん、行っていたら積極的に教えを請うというか、うん、仲良くできたらいいなとは思いますよね、うんうん、なんか基本先輩が教えてくれたなと当時思っていて、うん、ただこういられの使い方とか、うんうん、ソフトの使い方とかこういう課題があるよとかこの授業いいよとか、うんうん、もうやっぱ1年前にやってるんで全部知ってるんでこの先輩に聞けばいいみたいな、うん、と信頼できる先輩を一人につけるみたいな、うん、確かにそれは大きい、うん、いい気がしますね、うん、じゃあ1年生それ頑張ってください。あ、重要なことを教えたことある。共通なんですけど全学年、うん、あの FM 秋田と見るっていうのを言うの忘れました。あ、そうですね。私たち先輩の立場としていられの使い方もそうですし、うんうん、建築の見方とかもそうですし、そういったことを撮ってるチャンネルなんで、うん、FM 秋田と見るっていうのを言い忘れました。一番大事かも、はい、じゃあ続いて学部2年生、はい、2年生ね。学部1年生って結構共通科目多いじゃないですか、うん、授業、うん、だんだん2年生ぐらいになるとみんな専門性が徐々に上がってくるんですかね、うん、どこの学校も、うん、いやーなんか建築見に行きますか2年生ぐらいになったら、うん、まあ、ぜひ行った方がいいね、うんうんうん、まあ、専門性が徐々に見えてくる学年というか、うん、なんかもう簡単なところで言うと、うん、衣装得意だなとか構造苦手だなっていうのがはっきり分かってくる学年かなとも思うんですよね、うんうんうん、でもまだ私的には振り切らないでほしいというか、できれば構造が苦手だから構造はいいやとか、はい、構造の研究室は無理だとか思ってもいいんだけど、うん、なるべく授業を頑張ってほしいなと、うん、まあ、一級建築士にはどうせ使うし、うん、構造ができないと一級建築士には受からないので、うんうん、なのでそういったところ専門性高くなってきてもなるべく幅広く知識を持ってほしいなとは個人的には思います、うんうん、僕仲良くなろうシリーズになっちゃう。先生と仲良くなろうとか、うんうん、2年生ぐらいになったらもうありかなと思いましたね、うんうん、ちょっと下心で言うと3年生ぐらいでゼミ決めるじゃないですか、うん、ゼミの時にやっぱ先生と仲良くなってる方が絶対いいと思って、まあ、それは確かにそう、うんうん、しなんか専門的なことを聞く時にやっぱ先生に聞いて仲良くした方がいろいろ教えてくれたな
とか思いますね、うんうん、確かにそうですね、うん、僕は建築じゃないですけど文化人類学の先生とめっちゃ仲良くて、あ、なんか取ってたよね。そうなんですよ、学部2年で取って、で授業終わった後に、うん、もうなんか感想を書いて渡す形式だったんで、うん、その時にちょっと立ち話したら仲良くなって、うん、卒業後とかもすごい飲み友達みたいな、うん、毎年忘年会一緒にやるし、うん、僕の結婚式も来てもらったしみたいな、そんな感じの、そうなんですよ、いました実は、いたんだ来てもらいました、はいはい、うん、なんですごいいい出会いだったので、うん、なんかそういう意味ではなんか先生と仲良くなれるのも大学生の特権だなとかね、うん、確かにね、その建築だけじゃないからね、うん、大学にあるのはいろんな専門の先生がいるんで、うんうんうん、どんな先生でもね話聞いたらきっと面白いと思うし、うん、勉強になると思うんで、もう一人あの仲いい先生いて、うん、これは結構大御所の先生で、うん、情報社会学とかの先生ですかね、うん、結構論文の書き方とか、うん、そういうのめっちゃ教えてもらいましたね、で未だに Facebook つながっててたまにコメントくれたりとかするんですけど、そういう出会いは一生の財産になりそうな気がしますね、うんうん、ですね、まあ、うん、あとは設計のところで言うと、うん、さっき建築見ていきましょうっていうのがあったんですけど、うんうん、建築の見方のとこですよね、もしかしたら3年生ぐらいのところになるかもしれないけど、とりあえずは見に行きましょうかと、うん、で写真を撮ってみましょうっていうとこかな、はい、見に行き方で言うとどうすればいいんですかね、何を気をつけて見てます？うーん、私は設計者目線で見に行ってたんで、うん、まず見に行くときには絶対に平面図を見てから行くというか、うん、持っていくというか、うん、はいはい、でコンセプトとか建築家がやりたかったこととか、うん、やらないといけなかった諸条件とかっていうのを分かった状態で見に行きますと、うん、でそれがコンセプトがどう建物に現れて見えるんだろうというところを注目して見てましたね、うんうん、事前にこうリサーチしてから行くみたいなことかね、下調べして、うん、どういう考えで設計したのかのある意味確かめに見に行ったみたいな、そう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 、ね、うんうん、あ、でも確かにこういうイメージかな、予習して建築を見に行こうみたいな、そう、ね、なんか建築を見るだけじゃなくて、うん、もっと平面図を見てほしいなって私は思うんですよね、うん、個人的には、はいはい、まあ、建物にもよるんですけど断面図見た方がいいよねっていう建物はもちろんあるんですけど、これから仕事していくってなると平面図だけで全てが分かるようにならないと、うん、あの設計ってやっていけなくなっちゃうんで、平面図見て、あ、こうなってんだが理解できるようになっていってほしいかなと思うので、そうですね、平面図を見ながら見てほしいなとは思いますね、うん、はい、平面図を見ながら建築を巡ろうかな、はい、と思います。学部3年生、僕と中村さんは就活してない組なんで、うん、まあ、就活はちょっと分かんないとすると、うん、まあ、後半ですけど卒業設計手伝うみたいなやっぱ必須ですかね、うん、まあ、やった方がいいですよね、うん、結構そこで学んだことも多かったですね、そうですね、うん、卒業設計ってどういうもんが分かんなかったんで、そこで見ておくとやりやすいっていうのはありますよね、うん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 、あとはゼミとか決めるんで自分の得意を絞るタイミングでもいいかもしれないですね、うん、そうですね、学部3年生ぐらい、うん、うんうん、確かに、さっきも言うと学部2年までは全部頑張ろうで、うん、学部3年からはちょっとこう自分の特化したところを頑張ろう、まあ、2年生の時もね特化していいんですけど、うん、特化する上でさ、うん、こうならないでほしいとか、特化してもこうあってほしいっていうその勝手なこっちのね、はいはい、なんか選び方も難しいですよね、うん、僕は極論ここから全部ダメだったんで、もう衣装しかないっていうのも思ったんですけど、うん、でもなんかあれにこういろいろできる人って悩むんだろうなって思って、それに行こうかな、なるほどね、うん、まあ結構衣装やりたいって人は多い気がするんですけどね、でも他の専門もあるじゃないですか、うん、なんかその選び方ってみんなどうするんだろうなと思いながら、なるほどね、確かに、実は私は構造も結構得意で、構造 S しか取ったことないんですけど、自慢で言うと、すごいですね、逆に C しかない構造の先生に来ないのとは言われましたね、うん、あ、でも、はいはいはい、やっぱり衣装やりたいんでって言って、うん、衣装の研究室には行ったんですけど、だから自分のやりたいことには素直になってほしいというか、うんうん、専門選ぶタイミングなんで、うんうんうん、そうですね、あとは3年生って結構難しいのが、うん、大学のカリキュラムが多分大きく変わってくる時かなと思うんですよね、うんうんうん、なんか私たちの大学って設計課題が本格的に始まったので3年生じゃないですか、そうですね、でも1年生からやるところもあれば2年生で本格的にやるってところもきっと大学にはあると思うので、うんうん、学習の内容次第かなとは思うんですけど、うん、まあ、それにしても専門を決めていく上での選択肢、どうしたらいいかなを決める年っていうとか変わりないと思うんで、いやーそうですね、確かに3年で僕は衣装行ったかったんで衣装で、うん、その中でも後半ぐらいになると衣装の設計の中での勝ち方みたいなのをすごい考えましたね、うんうん、そうね、空間推しでめっちゃ強い同期がいたんで、空間じゃ勝てないって言ってコンセプトとか
企画みたいな方で加藤っていうのでシフトしたのを覚えてますね、うんうん、多分3年の真ん中ぐらいとかからですね変えましたね、うん、3年生の最初は専門を決めて、うん、その専門に対してよりね、うん、深く自分で学習できるといいかなとは思うので、うんうん、私がやってた毎日一建築とか何でもいいと思うので、うんうんうん、そういった、まあ、努力をしてほしいってことはありますね。大学の勉強だけじゃなくて、そうですね、自分でできることいっぱいありますからね、うん、かなと思います。はい、学部4年生4年生ね4年生なまあ卒業設計あるっていうのは一番でかいと思うんですけど、うん、僕自身で言うと自分の建築よりももっと深いテーマみたいのを探した1年だったなと思ったので、うん、確かになぜデザインをするのか、うん、なぜ設計をするのかみたいのを考えた年でしたね、うん、まあ、振り返るってとこですかね、うん、うんうん、そうですね、まあ、振り返るのがいいと思いますね、1年生、うん、2年生、3年生を、うん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 、あとは1年生の逆で自分の卒業設計の仲間を、うん、チームを作らないといけないんで、あー、なるほど、後輩の面倒というか、うん、まあ、結構してましたね。後輩と仲良くするとか、うん、いろいろ教えてあげるとか、逆に早めに課題とか手伝ってもらって、うん、自分のチームを作るみたいなところをやってました、うん、確かに、ね、うん、まあ大事ですよ ね、うんうん、ね、その後輩が一回自分を助けてくれたので、うん、チーム作りみたいなことかもしれない。そうですね、それは大事かなと思いますね、うんうんうん、なんだろうね、意外と3年生とやることはあんま変わんないかなっていう気はしますけどね、うんうん、なんかそんな気もしました。あともう着実にやるのみたいな、うん、大学に行く人は楽しかった4年間が終わっちゃうっていうのもある、うん、まあ、就職する人はちょっとね、もしかしたら憂鬱になるかもしれないし、うん、でも建築がそのまま仕事になっていくっていうことを考えると、うんうんうん、自分は何が建築の中でも好きだったんだろうみたいなところがより見えたらいいかなと思うので、ぜひ1年生の時の振り返りとか、うん、こういうことやってきたなみたいなこととか、自分って何ができるんだろうみたいなものを見つめ直しながら卒業設計できるといいかなとは思いますね。ですね、総括の1年みたいな、うん、ということで次大学院1年大学院、はい、いやー、差をつけるとしたらもうコンペ、うん、そうですね、コンペかなと思っちゃうんですよね、うん、なんか大学生はどっちかっていうとインプットの4年間、うん、でもちろん4年間でインプットって私大学院行った身としては全然足りなかったんだけど、うん、なんか大学院に入ると衣装の中でも何をするかっていうのが結構分かれてくるかなと、まあ、住宅を専門にしようかなとか、もちろんね、建物の規模とか用途とかいろいろ分かれてくるんですけど、そういったところをより深めていく、どこに行こうかなっていうのを考えるのと、うん、あともう本当に大学院はアウトプットをどれだけできるかで差が出てくる時かなとも思うので、私たちはやってきた身としてコンペをおすすめしてますけど、別にコンペじゃなくてもね、なんか実務、なんか物件みたいなのがあったら積極的に参加するとかでも全然いいと思うし、そういったインプットだけじゃないアウトプットの機会を自分で増やしていけるかが重要かなとは思うんですね。確かにそうですね、なんかこう経験もついて時間も自分であれそう調整できるようになってくるのが大学院な気もしますね、うん、そういう意味でアウトプット自分なりに何やるのかみたいな選んでいくタイミングかもしれない。それは専門性に近づきそうですね、うん、そう、確かに僕も街づくり始めたのも大学院の時に、空き家改修、うん、伊豆の方で始めたのも M1 の時だったので、うん、でそれがタイミングですね。でアウトプット、うん、かな、まあ、本当に自分の行動はそのまま成長とか仕事とか、うん、まあ、もしかしたら副業に直結していくことになるんで、うん、大学院の時には積極的に活動するのをお勧めしたいですね、うんうんうん、ですね。最後修士2年、もう修士2年だったらやることはあんまないけど、うん、いや僕は学生ブランドを使うっていうのがあるなと、うん、あ、それはでかい、うん、最後の1年なんで、うん、当時やっぱ起業したらよかったなと思いますね、うん、そう、学生起業家って言った方が絶対チヤホヤされるし、うん、成功する確率高い、うん、なんで学生という肩書きをフルに使い倒すっていう、うん、そうだね、それは大きいね、うんうん、買ってたつもりでしたがまだ使いましたね、うん、あとまあいろんな人に会うとかもいいですし、大人でもやっぱり社会人同士だとちょっとこうお互い利益とかを考えてたりするところ、うん、学生って身分使うとフラットにいろんな人が入ったりとか、うん、確かに、うんうんうん、あとは友達としても学生時代の友達って言った方が社会人になってもフラットに付き合いやすかったりもするのかなみたいに思ったりすると、うん、最後いろんな人に会っとくっていうのはありかも思いました。そうですね、私はね、うんまあ、特に大学1年生の時と何も変わらず、うん、大学院2年生かを、うんまあ、過ごしてたんですけど、そうね、一気にやっぱ変わるんじゃないですか、社会人になると、うんね、今までお金を払って、うん、なんか自由に活動してたのが、うん、お金をもらうことによって制限、うんまあ、もちろん当たり前なんですけどね、会社に所属すれば会社のために設計をするし、うん、で自分の設計っていう風にはならず会社の設計になっていく、うんうんまあ、そういったところで先を見とくというか社会を経験してる人たちに会うっていうのは確かに大事かもしれないですね、うん
うんうん、その時の出会いのが実は将来的にもつながったりとかも、ね、うん、確かにね、うんうん、そこは学生身分をふうに使い倒すって思ってみてもらえたらなと思います。はい、ということで学部1年生から修士2年生までだらだらっと喋っちゃいましたが、うん、まあ、それぞれのタイミングで多分それぞれの役割とかちょうどいいタイミングもあると思うので、うん、特に学部1年生とかはあんまり焦らず目の前のことをこう一個一個やっていくのがいいのかなと思いましたし、うん、なんか最後修士の方は学生を謳歌するっていうところで悔いないように過ごしてもらうのが一番いいのかなと思いました、うんうん、いや本当にそう思います。やっぱり何が一番大事かって聞かれると意識高く行動できることが何よりも大事かなというふうに思うので、自分なりに考えて他の人とは違う活動をするっていうのももちろんいいと思う、うん、反面次に何が大事ですかって言われたら人付き合いになるので、うん、あのもう社会に出ても当然のことだと思うんですけど、競争なのにチームとはとてもうまくやっていかないといけないっていう社会って難しいんですよね。なんで確かに、まあ、なんか自分だけでも突っ走ってもダメだし、うん、でも意識高く持ってないとダメだしっていうので、うん、志は高くチームを大事にっていうところを意識してもらえると、まあ、1年生の時あんまりそんな意識しなくていいと思うけどね、うん、そういう風に考えて貴重なね大学生活を過ごしてもらえたらなと思います。はい、ということで新年度なのでこんな話もやりました。今日の動画が面白いなと思った方はぜひグッドボタンコメントなどももらえたらと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。